はい、どうもこんにちは、水にゃんです。本日の、動画なんですけれども、またまたですね、私水にゃん、脅迫の被害に、遭いました。で、まあこうどういう経緯なのかというのをね、こう説明をすると、僕自身ですね、昨日、ツイキャスというね、生放送サイト、まあインターネットの生放送サイトがあって、まあそちらの方でですね、まあ配信をしていたんですよ。で、そのまあ配信中にまあこのような、話をしたんですね。で、いい人は、人を探したり、暴露したりしないんですよ。全体的にまあ悪い人なんですよというような話をしたところ、まあその、このね、ツイッターをね、こう管理してる人、まあ投稿した人がですね、まあお前、何様、まあ埋めるよというようなね、まあそうツイートをしてきたと。で、まあこれね、まあ埋めるよって、まあ書いてあるんで、まあ僕自身はですね、まあ僕に愚行対してこう何か危害を加えて、で、まあそれでこう埋めると。いうようにですね、まあ言われたというふうにね、感じております。で、まあ今年のね、まあ7月から8月にかけて、僕自身ですね、まあ自宅に対して、まあ度重なるですね、嫌がらせ行為の方を、まあ受けたりとかしてて、で、まああのね、僕自身ご大変まあ怖い思いとかもね、したりとかして、で、まあ捜査機関の方にね、まあ相談したりとかして、まあ対処しているも最中なんですね。まあそういったこう矢先にですね、またこう何者かこうわからない人からですね、まあ埋めるよというふうにまあ言われたことについても、大変ですね、まあ恐怖を、覚えております。で、まあちょっとですね、まあ本日は、まあ僕自身もね、外にこう出れずにこう家の中でですね、一応まあ待機を、まあ、していてですね、まあ今後、まあこういうね、こうツイートに対して、まあどのようにこう対応するかにこうついては、まあ再びですね、まあ捜査機関の方にまあ相談をして、で、そこでまあね、対応したいと、で、思ってます。で、まあ、ぶっちゃけた話ね、まあ僕に対してこう批判したりとかそういうものはね、別にいいんですよ。ただ、まあその、こっちから見てね、そう恐怖心を覚えるようなことはこうやめてほしいと。で、僕もね、ぶっちゃけね、まあ住所とかね、本名とか、で、あと、まあいろいろね、こうバレてるこう人間だし、で、僕にこう危害を加えようと、するんであれば、まあ実際簡単ですよ。なんで、まあ僕自身もね、その身の危険、その身の回りについて、まあすごくですね、まあ敏感になってるし、で本当になんかこう、こういった書き込みとかに関してはですね、まあきちんと対応すると、まあ粛々に対応するというふうにね、まあこう決めて、で、対応してます。まあそんな感じなんでね、まあ本当にこうやめていただきたいなというふうに思います。で、実際まあその僕自身にね、こう浴びせられたその迷惑行為については、まあ順次ですね、まあその弁護士含めてまあ専門家の方々とまあ連携してまあそう対処したりとか対応したりとかまあ実際します。なんでまあ本当ね、僕に対してまあ批判とかディスとかまあそういうのはねまあそのいいけれども本当迷惑行為にこうつながるようなその行為っていうのはね本当にやめてほしいなっていうのはね僕も再三動画でまあ言ってます。なんでまあぜひですねまあそこら辺のこうルールはこうしっかりこう守っていただきたいなと思ってますんで、はい。まあ何卒ですね、まあよろしくお願いいたします。で、まあなんだかんだでですね、まあその最近、まあこうこの手のものがですね、まあだいぶ収まってはいたんですよ。昔はめちゃくちゃあったんですけど。で、やっぱね、なんて言うんだろうな。なんかその、なんかこういうことを書き込む人っていうのは、まあそう多分ね、まあ冗談であったりとか、あと、なんかその、まあ、本気でこうやるわけではないんだけど、まあ、冗談のつもりでこう書き込んだりとかしてると思うんだよね。でもやっぱりこうね、中にはね、やっぱね、冗談が通じないというか、まあ、冗談が通じないんではなく、本当にこう冗談がこう通用しない世界っていうのもね、本当にあるし、で、本当ね、まあ、こういう発言っていうのはさ、まあ、その、やっぱ書かれた側からすると、やっぱね、怖いわけですよ。自分の身にこう何か起こるんじゃないかっていう。で、正直ね、まあ向こう側からこうね、僕のことは見えたとしても、僕からこう向こう側っていうのは全くね、こう顔とかも見えない相手なので、本当にこう人とね、接したりとかすることが本当怖くなるわけですよ。で、まあそういったことはね、本当にね、やめてほしいと思うし、まあ僕自身もですね、まあその普段からこう気をつけてるようなことでは、あるんですよ。で、まあ実際まあこれね、こう書き込んだまあ本人の方なんですけれども、今ですね、まあツイッター僕、ブロック、されてます。
まあ、なぜこう僕のことをね、まあ、ブロックしたのかこうわからないけれども、まあ、そのブロック、したところで、まあ、実際ね、こうアカウント変えたりとかすれば、その人のまあツイート投稿とかをね、見ることができるし、まあ、実際、まあ、そのね、言い訳を並べてるかどうか、まあ、その辺にはわからないんですけれども、まあ、これについてこう言い訳をこう並べたところで、こう僕自身にこう伝わらなきゃ意味がないというふうに思うんで、まあ、きちんとですね、まあ、その謝罪が欲しいなというふうに、僕自身は思ってます。で、まあ、こちらのこう投稿についてはですね、まあ、ちょっとこうどのような判断で動くのかっていうことについては、まあ、僕の一存ではこうね、決められない話なので、まあ、もしね、必要とあれば、まあ、捜査機関の方にもちゃんと相談した上で、で、まあ、その今後のね、こう動きをね、決めていきたいなというふうに思っておりますんで、はい。で、やっぱね、まあ、その、粋がって、まあ、こういうことをこう書いたりとか、まあ、する人とかも、まあ、いるんだけれども、実際やっぱね、脅迫とかそういうものって、まあ、警察はやっぱり動いてくれるし、で、あとね、やっぱね、こう書き込んだ人は捕まったりとか、書類送検されたりとか、そういうケース、こう、山ほどあったりとかするんですよ。なので、まあ、その軽い気持ちで、まあ、ああいうことはこう書いちゃいけないと思うし、本当もう書き込んだだけでこう一生棒に振るようなことにこうなるんで、本当ね、こうやめていただきたいなというふうに思います。で、まあ、よくですね、まあ、強い言葉でこう相手のことをまあ非難したりとかすることもまあ、あると思うんだけれども、まあ、それはね、まあ、僕自身も、まあ、顔を出してるこう YouTuber で、ある以上、まあ、100歩譲って、まあ、それはまあ受け入れたりとかすることもあるんだけれども、ね、やっぱり脅迫はダメでしょうということです。まあ、自分がね、こう脅迫をされたらこうどんな気持ちになるんだっていう話だし、で、しかもね、別にね、その書き込んだ人とこう僕自身って別にこう親しいわけでもないし、ね、だそんな親しくない、まあ、親しいわけでもないこう人間からさ、まあ、あんなことこう書かれたりとかしたら、まあ、やっぱ恐怖心を覚えるのってまあ普通の話なんでね。まあ、なんで、まあ、ちょっとね、こう僕自身も今ちょっと身動きがね、こう取れにくいようなこう状況にこう今なってるし、で、まあ、もしね、まあ、こういうことがこう続くようであれば、まあ、ちょっと避難とかもね、本当に考えようかなと、ね、いうふうに思ってます。はい。まあ、なんでね、まあ、こう、このようなですね、まあ、脅迫についてなんですけれども、今後ですね、一切やめていただきたいなというふうに思ってます。まあ、もしね、今後もこうされた場合ですね、まあ、捜査機関の方にこうきちんと、相談した上でこう動いていきますんで、そこのところですね、まあ、何卒、よろしくお願いします。ということでね、まあ、ちょっとね、本日の、動画なんですけれども、まあ、久々にこう上げた動画がね、まあ、脅迫されましたっていうようなね、まあ、動画、なんですよ。なんで、まあね、明日以降は、みんなにね、こう楽しんでもらえるこう動画を上げられるように、頑張りたいなというふうに、思います。ということで、まあ、本日の、動画なんですけれども、もしね、この動画を見て、いいと思う方はですね、グッドボタン、そして、チャンネル登録の方、ぜひともですね、よろしくお願いします。ということで、もうみんなね、お忙しい中ね、こう動画を見てくれてありがとうございました。ということで、以上、ミズニャンでした。本日もありがとうございました。じゃあね。